してこの場所を分かったのね、私なんですよ。日本で最初にこの場所を発見したんです。そうなんです、今から6年ぐらい前に。それまでは分かんなかったんです、あの一瞬の場所が。地元の人にとってはね、ここに決まってるじゃないと思うでしょ。でも全国の人にとってはなかなかあの一瞬のシーンですから。そうですよね。え、柳津は結構ね、まあまあ誰だってね見たら分かるんですけど、このボーダラのところはね、もう中田観音寺はボーダーだ、もうこの辺って言ったらボーダー、あそこでしょうって、何を言うてんですかってね。スーパーのバッグだからなおさらですよ、ね。うん、そうなんですよ。なんか俳優さんの名前が出てきたり、で、厚見さんも一瞬しか映んないし。だけどね、実物見たら、うん、そうなんです、小柄って思って、小柄小柄、160半ばぐらいしかないです、ね。うん、で顔も小さかったから、ね、あ、映画で見るとものすごく大きい、あ、ね、四角くて大きい顔に見えますよね。実は小柄なんですよね。そうなんですよ。そうか、家紋屋さんのお母さんのお店が結構皆さんにとっては、あ、映ってるよって。で、手前のボーダラのあの鶴屋さんは、あ、そういえば映ってたね。で、トラグさんはこの金粒、あ、小倉をかかって、立木さん、立木って立つ木ですか、立木さん、分かりました。いや、随分貴重な意見をお伺いして嬉しかったです。ありがとうございます。もうちょっと調べてみます。ありがとうございます。食べながら。